演舞開演。どうも、本日はこちら第17回奈良県知事賞受賞、奈良県の文化手作り味噌せんべいというものを食べたいと思います。お米とお味噌なんで相性は良さそうですが、どんなお菓子なのかな。おお、半月状になってますね。なんかおせんべいというと円形のイメージがありますが、これはあえて半月状、ね、半円にしているのでしょうか。ではちょっと割ってみたらなんかよく分かんなくなっちゃいましたね。ではいただきます。うわわ、結構強烈にきますね。最初見たときはあれ、お味噌どこと思ったんですが、噛んだ瞬間にパリッとした食感と音、そして五徳味噌の甘じょっぱさが口の中に広がってきました。一体どこに生地の中で潜んでいたのでしょうか。不意をつかれた感じでお味噌が広がりましたが、お味噌の風味をたっぷり味わうことができて、おせんべいの食感もそれを邪魔せず、生地もさっさりしていてとっても美味しかったです。さすがメーカー、こういうのを食べるのもご当地の醍醐味ですね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。奈良に行った時はぜひ買ってみてください。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。